行きましょう。ボッケラジオのオープニングトークでやっております、ボッケ大喜利のお時間でございます。ボッケ大喜利でございます。はい。今週のお題はこちら。幽霊の日。裏飯屋と出てきたのは何？幽霊の日。裏飯屋と出てきたのは何？こちらでございますね。はい。こちらが今週のお題となっております。裏飯屋と出てきたのは何？ということでね。裏飯屋、なんかね、白い服を着た髪の長い黒髪の女性が出てくる。そんなイメージがあるんじゃないでしょうか。私にはあります。はい。そんなイメージだと思うんですけど、まずね、幽霊の日っていうのがね、あるんですよ。皆さんどうですか？幽霊見たことありますか？どうですかね。幽霊っていうのは実際にね、いるのかいないのか問題という、そういうこともあるかなと思いますけれどもね。私はね、幽霊というものをね、見たことがないんですけれどもね。まあ、幽霊の話で言うと、まあ、幽霊関連、その、霊的なことで言うと、なんでしょうね。やっぱりね、なんかあんまりないんですよ。うん。まあ、幽霊実際見たことないし。うん、で、あるとすればですね、あるとすれば高校の時にね、まあ、僕らの時代なんか高校生の時はですね、まだ映るんです。インスタントカメラの時代ですよ、チェキみたいなあんなんじゃなくて、ポラロイドカメラとかでもなくて、インスタントカメラですね。緑のパッケージのね、やつですよ。緑のパッケージのやつ。インスタントカメラの時代なんで、あれで写真撮るじゃないですか。で、インスタントカメラを、カメラ屋さんに持って行って現像するというね。まあそういった時代ですよね。もう今はね、あんまり、それを使ってる方はね、あんまりいらっしゃらないんじゃないかなと思いますけれどもね。インスタントカメラをね、毎日持ってます。持ち歩いてますっていうね。そういう方はあんまりいらっしゃらないかな。でも、ちょっと流行ってるっちゃ流行ってる。そういうね、話も聞きますけれどもね。インスタントカメラの時代だったですよ。私のね、高校時代。高校時代のね、インスタントカメラをね、使ってたんですけれどもね。あれ現像するじゃないですか。あれ何なんだろうな。友人のね、片足が映ってなかったんですよ。あれはね、でも、どうなんだろうな。光の具合、何ですか？カメラの問題？わからないですけど、それ、もしくは、その友人が片足のね、膝下がなかったんですよ。膝下が映ってなかったんですよ。だから膝下、足をね、もしかしたらね、くねってた、足を曲げていた、膝から足をね、曲げていた、膝から下をね、曲げていた、そのせいで膝から下が映ってなかった可能性もあるにはあるんですけれども、いや、でもそんなことはしてないだろうなと思うし、まあ実際自分もしてないと。友達は言うてたんでね。だから、あれは一体何だったのか。心霊写真。インスタントカメラを使っての心霊写真という風な。まあもちろん編集とかなかったですから、加工とか編集とかね、その時代がインスタントカメラの時代なんで、そういった類のものはなかったんですけどね。確かに足が映ってなかったっていうのね、ありました。それぐらいかな。岡崎の、心霊エピソードって言ったらそれぐらいで、実際、まあ、他のことで、心霊的な、霊的なものを感じたことっていうのはね、全然ないんですよ、私ね。まあ、でもね、見える人には見えると言っていたりとかね。でも、ただ、岡崎はね、本当に思うのは、なんでしょうね。磁場的な問題。電波なのか磁場なのかなんかわからないですけど、土地とかでね、なんか、人間の脳をね、ちょっと動かしてしまうようなね、そういった、電波、磁場が発生している場所もあると聞きますからね。そういうもので、やっぱ心霊現象を感じてしまう、人間が感じてしまうっていうのはあるんじゃないかなとは思いますけれどもね。はい。まあそんな感じで、幽霊の日ということでね、これがね、7月26日、7月26日が幽霊の日となっているそうなんですけどね。1825年、文政8年。文政8年ってどれぐらい前なんだろうね。江戸時代より前かな。文政8年のこの日、江戸時代か。文政8年も江戸時代の日、この日ね、7月26日、鶴屋、南北作の、東海道四谷階段が江戸中村座で、初演されたことに由来していますということでね、四谷怪談ですよね、お皿が何枚みたいな、そういうことかな。あんまりちょっとこの四谷怪談っていうのはね、いまいちわからないですけど、多分お皿が1枚2枚3枚みたいな、なんかね、井戸だったかな、井戸かどっかでなんかそういうのがありますよね。そういう話が初演でされたのが7月26日1825年。だから幽霊の日は7月26日であるということらしいです。まあ7月26日にね、放送されるラジオ局さんもあればちょっとずれるところもあるんですけれども、今回はこの7月26日にも放送されるラジオ局さんがあるということでね、このお題となっております。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？裏飯屋と出てきたのは何？ということでございます。このね、ボケ大喜利、このお題に対して回答いただければなと思っております。はい。ただ、このラジオをお聞きの皆様すいません。ボケラジオね、ボケラジオはね、生放送じゃないんですよ。生放送じゃないので、たまたま聞いてちょっとこれは回答してやろうと思った方すいません。収録なんで、リアルタイムにこちら、岡崎の方まで回答が届きません。なんで、ツイッターもしくは X の方でお題をね、これお題出してます。前もって出してますんで、そちらの方に回答いただければなと思っております。そういう形になっております。もしくはね、配信アプリの17ライブ、17ライブの方でも回答募っております。これはね、生配信なんですけれどもね、まあ、いつ配信やるかっていうのはね、特に告知してませんので、まあ、たまたま見かけられましたらですね、回答いただければなと思っております。そういった形になっております。ボッケ大喜利でございます。ボッケラジオのオープニングトークでやっております。ボッケ大喜利でございます。で、そういう風にね、回答いただく、Twitter X ね、もしくは配信アプリの17ライブ、17ライブの方で回答いただくんですけどもね、その回答いただいたものに対して私が独断と偏見でね、ボッケとつけます。ボッケが一つであれば、1ボッケ、ボッケが、3つであれば、3ボッケということでね、はい。このボッケの数を私がね、独断と偏見でつけていきますんで、その回答の、そのボッケです。そのボッケの数によって、優勝者を決める。月間の優勝者、月間の MVP を決めましょうという、そういったルールになっておりますんで、ぜひとも皆様、ちょっと回答をね、いただければなと思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、行きましょうか。さあ、ぷっちゃんさんの回答行きましょうか。ありがとうございます。ぷっちゃんさんの回答いきましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ぷっちゃんさんの回答でございますね。あれ、すいません。ペンが落ちました。ぷっちゃんさん回答でございます。ぷっちゃんさん。はい。佐伯ぷっちゃんさんっていう名前だったと思うんですけど、佐伯さん。あれ、佐伯さんだったけど、笑うぷっちゃんさんになってますね。鹿って書いてる。なんだこの鹿って。よくわかりませんけどね。私の祖父なんかはね、鹿尾という名前でしたね。鹿に男の尾と書いて、鹿尾でした。さあ行きましょう。さあ行きます。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？路地裏のご飯屋さん。3OK。裏飯屋ってこのね、出てきたのは、裏飯屋ですよとは、なんか違う音が出た。裏飯屋ですって。なんだろう、これ、チラシ配りでもしてたのかしらね。この路地裏でもね、ご飯屋さんやってますんでね、ぜひともお昼時、はい、どうですかみたいな。裏飯屋、じゃあ、裏飯屋です。どうですかお昼ご飯どうですか、ランチどうですかということですかね。はい。路地裏のご飯屋さんが出てきてしまいました。はい。裏飯屋、幽霊の日だっつうのにね、ご飯屋さんがね、チラシ配りをしていたのか、何なのか、なんかね、道行く人たちに声かけをしていたのかなということでございますね。はい。はい、続きまして、ツイッターから、ルイスケさんの回答でございます。ありがとうございます。お久しぶりかな。うん、先週はなかった気がするけど、ルイスケさんの回答でございます。行きましょう。幽霊の日。裏飯屋と出てきたのは何？表パン屋。パンツースリーボケー。ありがとうございます。裏飯屋と出てきたのは、表パン屋ですと。この人も何でしょうね。チラシを配ってたんですかね。パン屋さん、表パン屋ですよと。いや、これパン屋さんが出てきたんですかね。表はパン屋ですよ。いや、表がパン屋であれば見えるから別にそんなに言わなくてもわかるから。はい、行きましょう。さあ、続きまして、TwitterX からね、ぶっちょあんさんの回答でございますよ。さあ、出てきたのは何でしょう？行きます。幽霊の日。裏飯屋と出てきたのは何？元お笑い芸人で現俳優の柳幽霊さん。ワンツースリーボケ。今俳優なんですか？柳幽霊さん今俳優なんですか？ちょっとあまり知らないんですけれども、柳幽霊さんね。柳幽霊さんって竹志軍団の方？違うかな。柳幽霊さんってなんかたけし軍団のイメージがありますけどね。オフィス北野ですかね。あ、やっぱ柳幽霊さんってそうですよね。うん。株式会社タップ所属って書いてます。うん、オフィス北野。あはは、あははははは。なるほどね。はい。あ、元太田プロからオフィス北野。そしてタップにということでね。はい。はあ、柳幽霊さんね。あ、なるほど。北野武さんの、映画作品にも出演されているということでね、柳幽霊さんが出てきた。まあ、幽霊違いでございますね。はい。さあ、行きましょう。さあ、ワンセブンライブ17ライブから皆さんの回答でございます。さあ、行きます。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？裏飯屋の店主。ツーボッケ。見てないでしょ。見てないから仕方ないんですけどね。さっき同じような回答があったんですよ。どんな回答だったかな。プッチョアンさんの回答で、路地裏のご飯屋さんっていうのがあったんです。はい。ちょっともう、もろかぶりでね、ありますけれどもね。はい。なんでしょうね。チラシを配ってたんですかね、やっぱりね。裏のね、飯屋さん。やっぱ裏路地にあるとね、ご飯屋さんがね、いくらね、長年営業してたとはいえね、やっぱ道行く人にはね、わかりませんからね。やっぱね、このチラシ配りっていうのも大事ですから。さあ行きましょう。ぶっちゃん朝の回答。ありがとうございます。行きましょう。Twitter、X からぶっちゃん朝の回答です。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？むっちゃ大きなしゃもじ持った米助さんとキャメラマン。するっけ？米助さんとキャメラマンですね。収録ですね。収録、そして、隣の晩ご飯だったかな？番組名は。あれ、番組名？コーナー名？ちょっとわからないですけどね。米助さんが行くのは飲食店じゃないと思うんですけど。飲食店じゃないと思うけどね。あ、ちょっと、あ、いいんか。裏飯屋って、飯屋には米助さんあんま行かないでしょ？ご自宅に行くでしょ？ご自宅というか、お宅訪問みたいなことで、普通の晩ご飯をチェックしに行くのが米助さんやと思うし、ねえ、キャメラマンってことは俺、隣の晩ご飯って、あれかな？アッコさんの番組？アッコさんの番組だったかな？ねえ、キャメラマンっていうのって、あれでしょ？アッコさんぐらい、和田明子さんぐらいじゃないですか。さあ、行きましょう。みえさんの回答いきますか。ツイッターから、みえさんの回答、ツイッターじゃない、配信アプリ、17ライブ、17ライブからみえさんの回答いきましょう。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？豚の大群。するわけ。ベーブですか、ベーブ。なんか映画で、豚の映画ありましたよね。豚の映画って、大群では出てこないから、一頭だけだったかな。うん。なぜ豚の大群、裏飯屋、幽霊の日、豚の大群。つながりがいまいちわからんけど、裏飯屋と豚の大群が出てきたらちょっとビビりますね。はい。さあ行きましょう。プッチャンさんの回答でございます。行きます。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？ヘブライ語の裏マシア派に由来し、裏で注がれたものの意。エジプト記には、祭事が、サムエル記には王が、その就任の際に油を塗られたことが書かれている。後に理想的な統治をするため、理性者を意味するようになり、さらに、神的な裏救世主を指すようになった。裏マシア派がギリシャに入って、裏メシアとなった。長いし、これなんかメシアって言葉ありますよね。ヘブライ語ですか？メシアっていう言葉の裏メシアっていうのもあるんですか？そっから来てんのかな、もしかしたら。いや、それはないだろう。それはないと思いますけどね。さあ行きましょう。はい、さあ行きます。さあ、みえさんの回答でございます。17ライブ、17ライブから、みえさんの回答でございます。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？幽霊。やたら夕方に霊をする人が出てきた。夕方に霊をする人ね。お辞儀ですか？それをする人が出てきたから、まあ、幽霊の日ということでね。はい。幽霊、そんな言葉ないですよね。あんのかな？夕方の霊と書いて幽霊ね。さあ、続きまして、よっきゅんさんの回答でございます。よっきゅんさん、ありがとうございます。いきます。さあ、幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？幽霊部員。幽霊部員が出てきました。はい。幽霊部員ね。これなかなか、一般的にはね、部活にも出てこないもののことを、人間のことをね、幽霊部員と言いますけれどもね、裏飯屋、何があったのか。その幽霊部員には一体何があったのかと。ちょっと気になりますけれどもね。要求さんありがとうございます。さあ、続きまして、プッチャーさんの回答でございます。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？東京在住の小岩さん。東京の話かな、まあ、江戸だから東京か。東京在住の小岩さんが出てきた。もう正解かもしれない、これは。正解ですよね、多分ね。四谷怪談って小岩さんのなんか話ですよね。あ、小岩さんじゃなくて、お岩さんかな、ちょっと。お岩さんかな？失礼。お岩さんな気がするぞ。小さい岩と書いてお岩さん。ずっと小岩さんって言ってたけど、お岩さんやったかしら。どっち？お岩な気がするな。お岩さんかな？お岩さんだよね、多分ね。四谷怪談は、お岩さん。小岩だとずっと思ってた。さあ、行きましょう。続きまして、みえさんの回答。これなんて書いてるの？はい、みえさんの回答。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？裏目が多比の状態の人が出てきた。裏目って何？そういうわけ。裏目が多比の状態の人が出てきた。裏目が、なるほどね。はいはい。多比ね。多比だから。多比って言いますもんね。さあ、プッチャーさんの回答いきましょう。プッチャーさんの回答。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？化け、かっこレギュラーボーナス。どういう意味？すりぼけ。ちょっとすいません、わからんかった。化け、レギュラーボーナス。わからない。今考えてる。何がかかっているんだろう。ちょっとわかりませんでした。さあ、皆さんの回答いきましょう。皆さんの回答。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？裏に飯をくっつけている岡崎さんが出てきた。ご飯粒ってことですかね。裏側に。背中とかですか？ご飯粒がついている方、岡崎がっていうことでしょうか。さあ、続きまして。ラビさんの回答ありがとうございます。ラビさん、ツイッター X からラビさんの回答でございます。いきます。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？まかない飯。かっこ、メニューに載ってない裏飯。ワン、ツー、するわけ。ある意味正解かもしれないね。まかない飯が。なんかまかない飯を出してるお店みたいな、なんかありますよね。これね、ちょっと一般的なメニューには載ってないけれどもね、特別あなたには出しますよって言ってね、裏飯、まかない飯、メニューに載ってない飯を出すよと。何が出てきたっていう、まかない飯が出てきた。嬉しいような、感じですね。はい。はい。さあ、皆さんの回答いきましょう。ツイッターは次が、さあ。ツイッターの回答がもうそろそろか。あと2つぐらいか。皆さんの回答いきましょう。幽霊の日、裏飯屋と、出てきたのは何？ドライアイスの煙が止めどなく出てくる。ワン、ツー、スリー、オッケー。一体何の演出なんでしょう？なんだろう、なんか出てくるんでしょうね。ドライアイスの煙が止めどなく出てくるっていうのね。なんかライブハウス。なんかちょっとね、なんでしょうね。ライブハウスとかにありそうなね。そういうイメージですけど。はい。何かが出てくる。そんな予感がしますね。はい。さあ、プッチャンさんの回答いきます。さあ、プッチャンさんの回答です。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？裏飯屋と聞くたびに、飯屋さんを連想する再起。プッチャンさんのことですね。つぼけ。やっぱね、飯屋が思い浮かんじゃうよね。裏飯屋と聞いてね。ご飯屋さん、飯屋がね。思い浮かんでくるっていうので、やっぱ一般的にあるんでしょうか。さあ、皆さんの回答いきましょう。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？豆腐の角に頭をぶつけた私が出てくる。なんと、すりぼけ。豆腐の角に頭をぶつけるってなんか、なんだったかな？バカの意味だったかな？どんな意味だったかな？豆腐の角に頭をぶつけてこい、みたいなね。あれ、どういう意味だったっけ？はい。さあ、私が出てくるってどういうことでしょう？さあ、ツイッターラスト回答。ツイッター X のラスト回答。ぷっちゃんさん、ありがとうございます。行きましょう。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？いつも柳の下にいる猫柳。植物ですね。植物でございます。いつも柳の下にいる猫柳すりぼけでございます。さあ。あれ、カウント忘れあるかな？プッチョンさんが、ちょっと待って。プッチョンさん回答1、今数えてます。ちょっと待ってください。あれ8だな。8だから、1、2、3、4、あ、数えミスか。数えミスだ。多分。はい。さあ、じゃあ。あ、そうか。なるほど。はい、OKです。はい、行きましょう。さあ、そろそろ締め切りでございます。みえさんの回答でございます。いきます、みえさんの回答。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？飯はいつまで食えるこのご時世なんだ。あ、そうするわけ。何が出てきた言うてんのに。何の心配ですか。まあ、確かにこのご時世ね、物価がね、どんどん高くなってきてますからね。いつまで今と同じ基準の生活を続けていくことができるのか心配ではございますよ。はい。これこそ本当に裏飯やと何かが出てくるんじゃないでしょうかということでございましてね。さあ、皆さんの次なる回答いきます。幽霊の日、裏飯やと出てきたのは何？ウォーキングデッドの出演依頼が来て出た。それも受ける。ウォーキングデッドの出演依頼が出て、もう大出世でございますよ。超有名海外ドラマですからね、大出世。もう出世中の出世でございますよ。さあ、ちょっとカウントしていきましょうか。OK。さあ、もういいでしょうか。行きましょう。今週の、幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？こちらの、今週の MVP は、第2位から行きましょう。第2位は、プッチャンさんでございます。そして第1位は、みえさんでございます。さあ、ありがとうございます。ということで、今週の MVP は、みえさんでございました。幽霊の日、裏飯屋と出てきたのは何？この大喜利の今週の MVP、みえさんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ボケラジオ、スタートです。いい香り。あ、神経持ってます。ありがとうございます。大丈夫だよ。どうも、シンガーソングライター、岡崎翔でございます。皆さん、まあ、どうでした？ボッケラジオ。はい、ということでね、ボッケラジオということでね、エンディングトークでございます。今週ね、今月、まあ、7月、もう8月入ってるところも、ラジオ局さんには、予定はありますけれどもね、今月7月のボッケ大喜利の結果発表させていただきます。さあ、いきます。じゃあ、第5位。第5位。同率第5位でございます。光一さん、ありがとうございます。はい。同率第5位。ルイスケさん、ありがとうございます。さあ、行きましょう。そして第4位は、よっきゅんさんでございます。よっきゅんさん、ありがとうございます。さあ、そして第3位は、ラビさんでございます。ありがとうございます。さあ、そして第2位。第2位は、みえさんでございます。さあ、そして第1位は、プッチャンさんでございます。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。今月、7月放送分の、大喜利、ボケ大喜利の方は、プッチャンさんが、MVP でございました。ありがとうございます。それではまた来週もボッケラジオよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。チャンネルはそのままで。